松田 CX-5 がモデルチェンジし2代目になった。新世代商品群が出揃って2巡目に入り、その第1弾として登場したのが、この新型 CX-5 だ。 新型 CX-5 から始まる次の松田デザインが目指す方向について、伊佐山新一チーフデザイナーにインタビューを試みた。海外から日本を見ると次の目標が見えてきた。本題に入る前に、伊佐山さんがこれまで松田でどのようなデザインをされてきたかを教えてください。伊佐山チーフデザイナー。 二階さやま、主にエクステリアデザインが多く、最近ではアジアで販売しているマツダにセダン、デミオのセダン。日本未導入や、その前は先代アテンザをリードデザイナーとして担当しました。その間にドイツとアメリカの拠点に駐在しました。 海外駐在を経て日本にお戻りになった時、デザイナーとして感じたことはありましたか伊佐山、実は子供の頃からデザイナーになりたかったのです。 かっこいい車をデザインしたいと憧れていました。その頃の日本のカーデザインはアメリカ車やヨーロピアンを追いかけていた時代です。今、 松田が狙おうと思っていることはもっと我々らしいデザインを作りたいということです。そのデザインにおいて歴史あるプレミアムブランドと比べたときに何が足りないんだろうと考えたのですが、これはずっと日本車が追いかける側だったということがあると思ったのです。そこから 真の強さとしての物足りなさをなんとなく感じてしまったのです。私は海外に出て日本を外から見るという経験ができました。その時に、 日本の素晴らしいものづくり文化や歴史の重みから来るものづくりにもっと光を当てて、その良さと自動車デザインというものをうまく融合させることで日本らしいカーデザインのあり方を提案していく。そういうスタンスこそが産業の活性化にもつながり、我々の存在意義みたいなものにもつながるのではないかと感じました。 引き算の美と CX-5、新型 CX-5 のデザインではシンプルでありながら味わいのあるテイストで作り込み磨き上げた引き算の美に通じるような美しさを感じてほしいと述べられています。これはヨーロッパ、特にイタリアのカロッツエリアではいかに削り取って無駄のないデザインにするかというところに通じるような 印象を得たのですが、いかがでしょう。伊佐山、はい、ヨーロッパでは石膏を削り取る、というイメージが強いですね。ですが、我々が言う引き算の美とは、手法的な意味合いではなく、要素を減らして研ぎ澄ませていく、減らすというよりも磨き上げていくことで、 ピュアなもの、純粋なものにしていきたいということです。進化という言葉も使っていますが、これは進化ではなくて、進化。心理みたいなものに向かって、どんどん掘り下げて、深いところに落ちていく。 そこには究極の何かがあると思っています。そしてこれは探しに行くものではなく多分自分たちの中にあるもの。 だからこそ深く掘り下げていけるものではないかと思っています。その観点で足していくデザインやキャッチーな目新しさを求めるようなデザインの方向性ではなく我々はもっとピュアな美しさやどうありたいのかという方向に向かって真理を探求していくことが 今我々がやりたいと思っていることなのです。では、そういう観点で、新型 CX-5 を見るとどうでしょうか。伊佐山、初代 CX-5 は、魂移動デザインの先頭バッターでした。 そして今回の新型はデザイン的には次の世代につなぐ重要な架け橋という位置づけです。昨年の東京モーターショーで次世代の究極の姿の一つとして RX ビジョンを紹介しました。 これからのマツダデザインは、魂移動デザインの哲学は、普遍で守り続けながら、新たに、カー AS アートというテーマを掲げて、車のデザインをアートピースのように美しい存在へ高めていくという取り組みを進めていきます。この CX-5 が、新しい一歩を踏み出す、最初の車なのです。 この取り組みによって昔の車たちが持っていた見た瞬間にあっというような車を今の技術と今の車で作りたいのです。そういう思いを持って次なるステップに向かう第一歩の車がこの CX-5 なのです。 ワクワクするデザインを子供たちに見せたい。話は変わりますが、伊佐山さんの好きな車は何ですか伊佐山、僕はスーパーカー世代なので、スーパーカーは全部好きです。かっこ笑い。 あえて一台を選べと言われたら、フェラーリ 288G とよでしょうか。この車は綺麗でありながら、迫力のあるデザインです。しかし、 この頃のスーパーカーに対する憧れが強く、この一台にすごく愛着があるというよりは、車の写真を見てすごくワクワクしていたという、その時代そのものが思い出なのです。そういう時代にもう一回、子供たちを連れて行ってあげたいという気持ちが、今強くあります。 そういう意味ではマツダには RX ビジョンがありますね。伊佐山、それも一つの姿です。 これまで以上にもっと大きく確実に進化させていきます。単に形が違うとかではなく、もっとデザインのレベルを商品ごとに上げていきたいと思っています。その究極のゴールが、 RX ビジョンのような美しい車になるのです。美しさに磨きをかけていきたいし、造形のセンスも磨いていきたい。パッと見た時の魅力という意味で、もっともっと、 ああ、いいねと言ってもらえるような、心をときめかせる造形を極めていきたいという思い。